はいこんにちはバンクアカデミーの良平です今日はこちらです楽天証券で米国株の配当がドルではなく円で受け取れるようになったって本当という話をしていきます突然飛び込んできたニュースなので気になる方も多いと思いますそんな方にこの動画では楽天証券で米国株米国 ETF に 投資をする人には超朗報な米国株の配当の円下受取サービスを紹介しますのでこの動画が役に立ったと思ったら是非いいねをお願いしますそれでは早速見ていきましょうではこのパートで超朗報楽天証券で米国株の配当金の 円化受け取りが可能にという話をしていきますか先にこの動画の結論をお伝えします。2023年5月28日より楽天証券で米国株配当金の円価受け取りサービスを開始、主要のネット証券では楽天証券が初となる。ドルの配当を出金して日常生活で使う際、一旦円に変える作業が今まで必要だったが、 今後は不要となるので楽になる。また雑所得である為替差費が発生した場合の確定申告の心配も不要に。円化受け取りの手続き自体は1分もあれば終わるので、米国株米国 ETF で配当を受け取りたい人は早速設定しよう。この結論もとに配当が欲しい人には紙サービスと言える楽天証券の米国株配当の 円価受け取りを丸ごと解説ので、ぜひ最後まで見てください。早速ですが、楽天証券で素晴らしいお知らせがありました。2023年5月28日から、米国株配当金の円価受け取りも可能になりました。今までは、米国株の配当や、米国 ETF の分配金は、ドルで受け取ってから、自分で円に変える必要があったので、手間がかかっていたんですが、今後はその手間がなくなります。 この話の前提として、米国株、米国 ETF からの配当は、円ではなく、ドルでもらうことになります。例えば、こちらは、僕が投資している、高配当 ETF の VYM ですが、先日の分配金は、401ドルと、確かにドルで受け取っています。イラストにするとこんな感じで、米国株からの配当は、必ずドルで受け取ることになりますが、そのドルを日常生活で使う際は、 日本に住んでいる私たちは、円に変えて出勤してから好きなものを買う流れになります。つまり、受け取ったドルを日常生活で使うには、円に変える作業が毎回発生していたので、地味に面倒だったんです。ちなみに、配当として受け取ったドルを、円に変えずに、ドルのまま預かり口座に置いて、米国株への再投資に回すことは可能です。配当として受け取ったドルを、 円に変える作業はこちらで楽天証券だと外国為替取引の画面からドルを売却して円にするんですが僕も VYM からは3ヶ月に一度ドルの分配金を受け取って円に変えていたので正直面倒でしたそこで今回のサービスによって自動でドルから円に変わって円の配当が受け取れるようになるとかなり楽になります特に自分のように配当を目的で vym のような高配当 ETF を買っていた人には非常にありがたいですし高配当株投資をやってみたいと思っていた人にも嬉しいサービスだと思いますちなみに今のところ主要のネット証券では初のサービスのようでしてこの通り SBI 証券やマネックス証券では引き続きドルで受け取ることしかできませんまあ他のネット証券も今後追従してくるとは思いますが今回の 楽天証券の円化受け取りサービスは配当が欲しいユーザーにはぴったりと言えます。ちなみにこれは知っておくといいですが、楽天証券から楽天銀行へは自動で出金できます。マネーブリッジにおける自動入出金、スイープの機能により、楽天証券の口座に入金された資金のうち投資に使われず余った分は毎営業日夜間に自動で楽天銀行へ出金がされるため、 おそらく今回のサービスによって円で受け取った配当は自動で楽天銀行に移るでしょうまたこの円化受け取りにはもう一つ大きなメリットがありますというのも注意点として米国株米国 ETF で受け取ったドル配当をすぐ円に変えずそのままにしておいた際に発生した為替差益は雑所得になってしまいます例えば100ドルの配当を受け取ったとして その時の為替レートが1ドル100円なら1万円の配当になりますが、もしすぐに円に変えずに放置をしていた後、円安によって1ドル120円になった際に、円に変えると1万2000円、つまり2000円の為替再起が発生します。この為替再起は雑所得の扱いになり、雑所得が発生すると確定申告が必要なケースがあるので面倒なことになります。 ただし、年末調整した会社員は、為替再起が20万円以下なら原則、確定申告は不要となりますが、年間での為替再起を気にしないといけないのは、やや面倒でしょう。しかし、今回の、円化受け取りを選択すれば、すぐに円に両替されて、受け取りがされるため、為替再起の雑所得が発生しません。まとめると、円化受け取りの選択によって、ドルの配当における、 為替再起の確定申告をする心配が不要になるのも大きなメリットでしょう。そうしたら実際に円化受け取りの設定をやっていました。楽天証券のトップページからマイメニュー外国株式へ進みます。ちなみに設定自体は1分で終わりました。はい、こちらの外国株式の配当金受け取り方法というところで現状米国株は外貨になっているため変更を押します。 あとはもう簡単で、ここを円化受け取りにすれば OK です。これで楽天証券の方で円に両替し、預かり金に入金をしてくれます。ちなみに、外貨受け取りの注意事項を読んでみると、お客様ご自身で配当金を円に両替した場合、為替レートの変動により、生じた利益は雑所得の対象となり、確定申告が必要となる場合がございます。 うん。これが先ほどの注意点の話になります。また、この変更にあたっては、すぐに受け取り方法が変わるわけではない点は注意しましょう。ここに、営業日15時30分までの変更で、2営業日以降に受け取る配当金から新しい受け取り方法が適用されますとあるので、例えば、5月29日、15日に変更手続きをした場合、 5月31日以降に、証券口座で受け取る配当金から変更後の通貨、今回は円で受け取れるようになります。はい、これで変更ボタンを押せば、手続きは完了して、確かに、米国株の配当受け取りが円価に変わりました。ちなみに、楽天証券の為わ手数量は片道25銭で、これは今回の円価受け取りでも変わることはありません。では、最後に、 気にになる疑問を Q&A でチェックしして終わりにしますまず、米国株式の配当金受け取り方法は、円貨と外貨どちらがおすすめですか米国株式の配当金受け取り方法は、ご自身の状況に応じて、円貨で受け取りと外貨で受け取りから選択できます。円貨で受け取り、当社で円に両替し、預かり金に入金します。米ドルで受け取った配当金を、お客様ご自身で、 円に両替すると、為替レートの変動により、生じた利益は雑所得の対象となり、確定申告が必要となる場合がございます。雑所得を発生させず、配当金を円で受け取りたい場合、円価で受け取りがおすすめです。外貨で受け取り、米ドルのまま、外貨預かり金へ入金します。米ドルで受け取った配当金を、そのまま、米国株式の買い付け代金に充当をしたい場合、 外貨で受け取りがおすすめです。うん。つまり、米国株、米国 E テープからの配当を再投資に回さずに、受け取って、生活資金や自分のご褒美などに使いたい人は、円化受け取りでいいでしょう。自分も受け取った配当は、ご褒美として、奥さんとの外食などに使っているので、円化受け取りを選択しました。次に、米国株式の受け取り配当金の計算について教えてください。 うん。これは計算式がいろいろと出てきますが、米国株からの配当を受け取りたい人は、一度確認しておくといいでしょう。僕も一緒に見ていくので、安心をしてください。まず、当社では、お客様が受け取る、米国株式 ETF の配当金に対して、租税条約により定められた、米国源泉徴収の税率10、10%及び、日本での源泉徴収税を差し引いた金額を、 お客様の口座に、米ドルまたは日本円で入金します。うん。次に紹介しますが、米国株の配当は二重課税が発生します。で、計算例は、米国企業 A 社を555株保有して、1株あたりの配当金が0.14612ドルの場合、まず、米国での厳選徴収10%の計算は、 その0.14612ドル ×555 株イコール81.10ドル。これが税引き前のもらえる配当になります。その81.1ドル×米国課税の10%イコール8.11ドル。その8.11ドルを引いたら72.99ドル。こちらが米国で課税された後、国内で課税される前の配当額になります。ここで先ほどの 米国株、米国 ETF の配当への二重課税について解説をしておきますが、海外株式の売却益は原則、租税条約により外国では課税されませんが、配当金や分配金は外国でも課税されます。例えば、 米国株式の配当が100あったとして、まず10%がアメリカで税金としてかかります。で、残りの90に対して、国内で約20%の税金がかかるので、残るは71.8と、合計で30%近くの税金が取られます。このように、米国株や米国 ETF だと、保有する株式から出る配当に対して、米国で10%課税され、 さらに国内でも課税される二重課税が起こるんですが、確定申告により、こっちの米国課税分は一部取り戻すことができるので、二重課税解消のための外国税額控除のやり方は、概要欄の関連動画を見てください。しかし、NISA 講座で、米国 ETF の分配金を受け取ると、少し話が変わります。 イメージとしてはこのように、米国課税分10%は変わらないんですが、国内課税約20%が非課税になるメリットがあるんです。ただし、この場合。 二重課税が発生しないので、確定申告の外国税額控除にて、米国課税分を取り戻すことができないんですが、そもそも外国税額控除を行ったとしても、米国課税分は一部しか取り戻せないので、自分はあまり気にせずに、米国 ETF の VYM を買っていこうと思っています。では、先ほどの計算式に戻りますが、今度は国内の厳選課税20.315%の計算です。 まず、この時の為替の申告レートは、発行会社が定める支払い日の TTB レート。この時は110円。ちなみに、金融機関が外貨を買う場合は、TTB のレート。金融機関が外貨を売る場合は、TTS のレートを使います。で、所得税は15.315% 15。これに72.99ドル。これは先ほどの国内課税前の配当で、 これに110円をかけて、さらに15.315% 15をかけると、1229円。この1229円割る110円、イコール11.17ドル。次に、住民税は5%。なので、72.99ドルかける110円かける5%、イコール401円。この401円割る110円、イコール3.64ドル。あとは簡単で、 手取り金額の計算は、まず、配当金を米ドルで受け取る場合、72.99ドル、マイナス1 1 1ナドル、マイナス3.64ドル、イコール58.18ドル。ここからわかる通り、米ドルで受け取っても、国内課税はすでにされていることになります。次に、配当金を日本円で受け取る場合、配当金計算用の為替レート、これが112円だとして、 72.99ドル ×112 円イコール8174円その8174円マイナス1229円マイナス401円イコール6544円ちなみにここに書いてある通り配当金を円で受け取る場合配当金額の計算時に1ドルあたり25銭の為替手数料がかかりますはい配当の計算はこんなところですか 新忍者で配当を受け取る投資をやってみたいと思っていた人にも今回の円化受け取りのサービスはぜひ活用してみるといいでしょう楽天証券の講座解説リンクは概要欄に載せておくのでとりあえず解説だけしておきましょうあとこれは僕からのお願いなんですが楽天証券は今後も新しい情報が入りし第いすぐ別動画でわかりやすくまとめますので ぜひチャンネル登録をした上で待っててもらえると嬉しいです。はい。では今日のまとめです。2023年5月28日より楽天証券で米国株配当金の円化受け取りサービスを開始、主要のネット証券では楽天証券が初となる。ドルの配当を出金して日常生活で使う際、一旦円に変える作業が今まで必要だったが、 今後は不要とななるる。ので楽になるまた雑所得である為替差費が発生した場合の確定申告の心配も不要に円化受け取りの手続き自体は1分もあれば終わるので米国株米国 ETF で配当を受け取りたい人は早速設定しようはいこんなところですねまた分からないことがあれば YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。